カンボジアンロックスは主に1960年代から1970年代にかけて制作されたカンボジアのサイケデリックロックやガレージロックの曲を曲名もクレジットもない状態で22曲集めたコンピレーションアルバム。これらの楽曲が録音された当時には西洋のロックやポップを 自分たち自身のスタイルやテクニックとどう結びつけるかをミュージシャンたちが競い合うシーンが存在していた。1975年にクメール・リュージュが実験を握るとミュージシャンたちは政権が目指した農本社会主義の構想への脅威となる存在とみなされ、このアルバムに収録された演者たちのも何人もがその後1975年から1979年にかけて カンボジア大虐殺の中で殺害されたものと考えられている。そうした演者たちについての情報や彼らが創作した作品は大部分が失われてしまったが一部にはこのアルバムの発表以降に再発見されたものもある。このコンピレーションは1994年にアメリカ人旅行者が現地で買い集めたカセットテープから編集した素材によっており1996年に パラレルワールドというレコードレーベルからリリースされた。このアルバムは、その音楽の内容は元より、その歴史的、文化的重要性から称賛されてきたが、他方では、数十年を経た素材を、楽曲や演者を特定することもせず履修したことに、対して、レーベルへの批判も寄せられた。その後、インターネットを活用した多くの人々の協力によって、 すべての収録楽曲が判明した。また、このアルバムは、2015年公開のドキュメンタリー映画、カンボジアの失われたロックンロールが制作されるきっかけとなった。1975年にクメール・リュージュが実験を握る、以前、カンボジアの音楽業界は繁栄していた。特に、プノンペンでは、アーティストたちが伝統的な土着のスタイルと西洋のスタイルの結合に取り組んでいた。 ポル・ポトが率いたクメール・ルージュ政権は、カンボジアの国民を過去の牧歌的な概念に引き戻すことを望み、根本的な形態の農本社会主義を導入し、同時に外部からの支援や影響を一切経った。彼らのユートピア的な目標を実現し、守るため、政権は誰であれ、全政権につながりのあったもの、少数派の民族や宗教集団、知識人、さらにある、 主の職業の人々に敵意を向けた。アーティストたちは、農本主義的生活様式とは相入れない、その文化的な影響力や、外国からの影響を体現しているという点から、脅威と認識された。1975年から1979年に、かけて、当時の総人口の25%ほどに相当する200万人、ほどが、カンボジア大虐殺の中で殺害された。 このアルバムに収録された演者たちのも何人もがその後殺害され、また彼らについての情報や彼らが創作した作品はほとんど失われてしまったと考えられている。1994年旅行者としてカンボジアを訪れたアメリカ人ポール・ウィーラーはシェムリアップ一体で耳にした音楽に興味を持った。彼は市場で6本ほどのテープを買い、 気に入ったトラックをまとめてミックステープを編集した。ニューヨークのパラレルワールドというレーベルにいたウィーラーの友人がこのミックステープを聴き即座にアナログ版にして1000枚リリースすることに同意した。最初にプレスした分が売り切れになるとレーベルは当初13曲だったものから収録曲数を増やしより広く知られることになった22曲入りの CD 版を発売した。 一部の評論家たちは、このアルバムを、ブートレグのようなものだと評した。ウィーラーも、パラレルワールドも、収録されたトラックについて、アーティスト名や曲名など、何の情報も提供しなかった。2003年に、CD が、リーシューされると、マック・ハグッドが評論で、生存しているアーティストや、権利を継承して、利益を得られるはずの遺族を探す努力もせずに、トラックの情報を伏せて、 無名のものとすることで海賊版の状態を正当化しようとしているとしてパラレルワールドを批判した。ちなみにカンボジアが最初の著作権法を通したのは2003年になってからのことであり、これによって初めて遺族がアーティストの知的財産に関する要求をすることが可能になった。シンシサモットの遺族が作曲の証拠を提示して180曲以上の歌の 所有権を認められたのは2014年であった。この時にはこれを祝って式典とトリビュートコンサートが開催された。インターネットの普及によって共同作業の機会が拡大すると情報がより広範囲から集められるようになるとすべてのトラックの情報が確認された。最初にリリースされた時からカバーアートはアンコールワットジーンのレリーフである歌手パン ドンコトペンラン、1968年頃。歌手、ソングライター、シンシュサモット収録された楽曲は、全体的に西洋のロックンロールの影響を反映しており、特にベトナム戦争の時期に東南アジアに深く関与していたアメリカ合衆国の影響が強い。このコンピレーションには多様なものが含まれており、西洋のポピュラー音楽のジャンルで言えば、ガレージ。 サイケデリック、サーフロックなどと、クメール人らしいボーカルのテクニックや、楽器の革新、大衆的なラムングの演舞曲の流行が結びつけられている。一部の論評では、収録された楽曲の尋常ではない質の高さについて、謎、精通といった言葉を使って、このアルバムが、同種のものが稀であった、リリース当時に、広い訴求力を持ったことを説明している。例えば、 ヨーラーラングのユバホーン工芸ジェットはファズの効いたリバーブに浸った曲だとかゴーゴー、オルガントファズギターゼムのグロリアのカバーのようだなどと評された同様に紳士サモットのスロラナッチ3タッチについてはフリートウッドマックのブラックマジックウーマンをサンタナがカバーした演奏との類似性が指摘されている他にもブッカーティー ザエム・ジーズやアニマールズと似た曲が収録されている。カンボジアン・ロックスに収録されたアーティストたちの中には、クメール・ルージュ以前の時代に非常に成功していた者も,もいるが、他方では没後に知られるようになった者も,もいる。紳士ットは、多作なシンガーソングライターで、ナット・キング・コールに似た、クルーニング商法で歌っていた。彼は20代前半に、医学生だった頃から、 ラジオで歌うようになり、王室財務局のクラシック音楽の合奏団に入り、国家的行事などでも演奏していた。1950年代後半から1960年代前半にかけて彼は国内で最も人気の高いミュージシャンの一人となっていた。ソロ歌手としての彼は、1960年代には伝統的な吹奏楽の伴奏ではなく、ロックバンドを従えて歌い、 クメール音楽と西洋のサウンドを結びつける試みに取り組んでいた。時にはクメール音楽の王様、カンボジアのエルビス、黄金の声などと称された彼の長く続く文化への影響を古代に表現することは難しい。彼は大虐殺が進行していた1976年に処刑部隊によって殺されたと考えられているが、彼の声はカンボジアで、 最もよく知れ渡ったものの一つであり続けている。クメール音楽の王様という愛称は結婚式で歌っていたカンボジアロックンロールの女王ロセレーソティアの発見と共に付けられた。貧しい農村の出身だった彼女はプノンペンに上京し全国放送のラジオで歌う成功を収めた。当初は伝統的な民謡を歌って知られたが徐々に西洋のジャンルや楽器を取り入れ、 西洋のヒット曲のカバーを吹き込むようになった。クメールルージュ政権下では政治指導者たちのために歌うことを強いられ、党幹部との結婚を強制されたとも言われるが、彼女の運命についてはいろいろと異なる説があり、確かなことはわかっていない。シサモットやセレーソピアほどの成功を収めていなかった他のアーティストたちについては伝えられる情報はさらに少ない。 シドニーモーニングヘラルド紙は、パンドンコトペンランについて、1960年代から1970年代にかけてのカンボジアの歌手の中でも、とりわけ際どい女性で、伝統的なクメール音楽から、西洋のロック、ツイスト、チャチャ、マンボ、ジャズ、フォークのカバーや、本案に飛び込んだと評した。一説には、彼女は1978年のベトナムによるカンボジア侵攻の後、 おそらくは、クメール・ルージュに殺されて亡くなったという。本アルバムの発表後、シサモットとのデュエット曲が多く発掘されている。ヨー・オーラー・ラングは、2015年公開のドキュメンタリー映画、カンボジアの失われたロックンロールでも取り上げられた。この映画の評論の中で、ニューヨーク・タイムズが見は彼を、従順な社会を嘲笑うカリスマ的なプロトパンクと評した。このアルバムは、 その音楽的内容とともに、歴史的、文化的意義が認められて賞賛された。ローリングストーン氏は、驚くべき文化の東用と評し、あらゆる形の超絶技巧が披露されているとした。ファーイーストオーディオ氏は、インスタント古典と評したが、オールミュージックはこのアルバムについて、60年代後半から70年代初頭に、かけてのカンボジアのロックの、 信じられないような歴史的記録と述べた。ニック・ハノーバーはこのアルバムを予想もつかないほどの楽しみなミックスであり、一つ一つのトラックが驚きの連続で西と東の矛盾した要素がバランスされ溶け合い、オルガンのフックがボーカルに対抗するような激しいギターのリフの合間を縫って現れ、そのボーカルはポップなメロディを歌うというよりは、 しばしばかすかなサイレンの悲しみのようであると述べた。ニューヨークタイムズ紙はこのアルバムとその発売をめぐる状況がその音楽に謎に満ちた永続的なオーラを作り上げたと述べた。カンボジアンロックスは同種の企画の先駆けとなり数多くの同じような趣向のコンピレーションがカンボジアイカセットアーカイブスなどと題されていろいろとリリースされたがこれは最初に出た カンボジアンロックスに示唆されたか、あるいは知的財産権という観点から弱い立場にあった素材を搾取するものであった。このアルバムはまたよく知られていなかった西洋以外の地域におけるサイケデリックロックやプログレッシブロックへの西洋の側からの関心を呼び起こす契機の一つとなった。カリフォルニア州のバンドデングフィーバーはクメール語でロックを演奏することで知られているが、 カンボジアンロックスからの楽曲のカバーをいくつも手掛けている。ポール・ウィーラーと同じように、デング・フィーバーの創始者、イーサン・ホルツマンもカンボジアを旅行中に60年代から70年代の音楽を見つけ、帰国後にバンドを組んだ。バンドのシンガーでカンボジアからの亡命者であるチャムニモルは、クメール・ルージュの時代には大の難民キャンプで生活していた。映画制作者、ジョン・ピラッツィは、 カンボジアで映画シティオブゴーストの撮影に参加していた時にこのアルバムを入手し収録されたアーティストたちについての調査を始めた。最終的に彼は様々なことを明らかにしてクメールルージュ以前のカンボジアにおける音楽を取り上げた2015年公開のドキュメンタリー映画カンボジアの失われたロックンロールドントシンクアイブフォーゴットンを制作したがその題名は シンシサモットの楽曲の曲名に由来している。カンボジアンロックスには22曲が収録されている。アルバムには各トラックについての情報は何も提供されていないが、ファンや研究者たちはアーティストの名や曲名を解明してきた。下記の表はクメール語のローマ字表記による曲名と、その英語訳を示している。ありがとうございます。